じゃあ、ほなミュージックスタートお願いします。スタート。いやね、いやだから近い、このライブとかでこうやった時にお客さんも一緒に踊ったりしてんの？一緒に踊ってる。ね、だ日本でもライブやるときにお客さんも一緒に踊ってくれたら嬉しいよね。もちろんです。ね、はい、じゃあちょっとほら皆さんにこれ覚えてもらえますか？あ、本当に難しいダンスです。難しいよね。はい、くるくる回るもんね。はい、踊り終わったときに席が変わってるよね。はいあ、そうですね。何ですか、ジミン君、틀렸습니다。彼、間違えちゃったんですよ。間違った。じゃ本人が間違うのから、それは難しいわな。本人까지、あ、ジミン、恥ずかしい。웃음을주기위한、약간의ミステイク。皆さんに笑いを届けようとした、ちょっとしたミステイクですね。むげる。いや、ほら、ちゃんと今から、ここでもう一回、分かりやすく踊ってもらって、こう見てくれてるファンの皆さんも覚えてもらって、次のライブイベントで一緒に踊ってもらうようにする。여기서간단히알려주시고요。이제ライブな이벤트에서저분들이랑같이준수를주시고ポイントを알려주시기바랍니다。알겠습니다。やる。じゃあどうしよう。一緒に。ジミ大丈夫？ジミ大丈夫？覚えてる？覚えてる？覚えてる？覚えました。覚えましたか？はい。5、6、7、8、1。わかりやすく説明を。1、はい。はい。2。3 아이천천히할거라고와나엔고개포인트です고개고개고개で아고가포인트になるんです。에차차차아라라아포인트나라에맥드림하맥빰빰빰오大丈夫。ライブの客席でお客さんそんなに踊って。で、コンサート공연장에서손님들이그렇게움직일수가있나요？あ、危ないです。なんかもっと簡単な動きとかないの？움직임その크지않는간단한안무포인트같은거요。はい。ちょっと授業生で優しいダンス。はい。優しい簡単なね。はい。異名겨말춤겨드랑이말리는춤이에요한국구와키오파타파타사세르댄스허아원투쓰리포어슈가오니상파트데스파트데스헤우타우타우타ください。언제아리나세임데이変わらない全然親とか大人とか何でもそう。あ、これだけでいいの？はい。これ日本ではね、みんなが楽しく、日本ではこれ荻野目陽子っていうの。荻野目ダンスっていうの。これ荻野目ダンスらの荻野目さん。はい。荻野目ダンス。愛してるよねって。愛してる。愛してるよね。うまいね。せいので、愛してるよねって。うまい。もうあったダンス。荻野目ダンス。荻野目ダンス。ただわかんのは40歳以上。お客さんが今日ちょっとおばちゃん多いな思ったらこれやって。おばちゃん。위부분이많다고싶으면이거다아실거예요。네마마오늘저거는踊りだけね。라이브でみんなやってもらったら이거포인트로하면손님들이다같이할수가있겠죠。はいはい。ということでイベントが近いうちにあるんですよね。5月の31日東京ドームシティホールでファンミーティング。はいはい。そうですね。そして6月7日には東京、そして6月の8日大阪で CD のリリースイベント&ハイタッチ会。ハイタッチね、はい、イベントがあるということなんで、はい、そこでも歌うんですよね。거기서도노래하신다고들었는데맞아요？
歌う、歌う時にみんなこれね、歌わっとる、歌が変わっとる、歌いにくなるで、うまいな、器用やな、みんな。ということで皆さん一緒にね、踊ってあげてください。 さあ、行きましょう。続いてはですね、韓国のエンタメ情報を集めている最大手のウェブサイト K-STYLEさんとの初コラボ企画を行いたいと思います。 さあ、実はですね、事前に K-STYLEさんの方で防弾少年代に聞きたいことを質問で募集しています。 その質問を直接皆さんに答えてもらいましょうという企画です。 さあ、まずは1人目なんですが、 ペンネーム長見さん、これは V さんと J Hope さんに質問ですと。日本に初めて来た時一番驚いたことは何ですかと。はい、まずはほんだら V 君、日本に初めて来たのはいつ。日本언제처음왔죠。 今回去年、去年4月、去年の4月、春ね、春、スプリング、去年ね、去年来て、その時に驚いたこと、原宿で綺麗な道を見て、街を見て、 はい、いえ、単語はちょっと、いや、全然今の間違ってない、間違ってない、厳しいな、みんな、単語はちょっと、みんな V に厳しいな、今全然オッケーよ、オッケーオッケー、けんちゃなよ、けんちゃなよ、原宿で、はい、原宿で、街、道を、はい、綺麗だと、綺麗な街を見て、本当に驚きます、綺麗やっぱり、はい、綺麗がやっぱり本当に驚きます、綺麗さにね、はい、そして J ホープ。 日本は全部綺麗です。全部綺麗。トイレもね。綺麗です。トイレ綺麗。ゴミじゃないです。道も綺麗。女性は？余者分ね。綺麗。一番綺麗。例えばそのテレビとかね、映画とか見てて、あ、この人綺麗なって思う日本の歌手とか女優さんとかタレントさん誰かいてる？名前出てこない。はい、V 君。映画で。ドダメカンタベレ。ドダメカンタベレの。で、誰？名前はわからない。ごめん、俺もね、見てないからわからない。 出てくる誰やろ。上の女優さんね、あ、綺麗綺麗。石原さとみさん。韓国で本当に有名な、そっか、向こうでもドラマとか映画とかで有名になってるか。ジェイホープは誰がいてる？ モデルモデルで、あ、イルミ線画が何なんで、イルさんなんですけど、名前がちょっと、名前が出てこない。まあとにかく日本の女性は綺麗だと。全部綺麗、全部綺れ、全部綺れ、よかった。さあ続いていきましょう。ペンネームあやちゃん、ラップモンスターさんに、いいですか。あやちゃん、日本で好きなアーティストはいますかと。たくさんあります。最初にM-FLOWさん。 はあはあ、エムフロー、アクションペン、エクスジャパン、エックスジャパン、はい、人気やね、韓国でね。はい、そして宇多田ヒカルさん、とかジブラさん、ジブラさんね、ジェイヒップホップも好きですから、普段時々聞きます。今でも、はい、ジミさんはどうですか。何？ ギャグです。ギャグ。面白くない。ジミン、どうした？ジミン、ちょ、V、ジミンに言うてあげて、ちょっと。喧嘩始まる、喧嘩始まる、喧嘩始まる。じゃあ、いきますよ、次いきますよ。ペンネーム、ツッチーさん。ツッチーさんから、シュガさんに。はい、いきますよ。歌手として一番何を心が